頭に響いてイライラする。うっかり殺してまいそうやわ。看護師さんや、うちの。年に平均4人、人が死までは死人が出ます。待っとったぞ、今日も豪勢やの。明日はもっとですよ。ほんまに牛なんか。だって昨日仮装にした遺体が、集めた骨は、しおりちゃんが狙われてることも、牛尾が殺されることも。牛尾さんのことは知らんかったです。ふざけんな、許されるわけないやろこんなこと。こうするしかないんですよ、こうするしか。お父さんがハイネに頼んで影になって死ななくなっただけ。牛尾があいつに食べられて消えるなんて、そんなことあってたまるか。くらっ。そろそろ潮時や。時ちゃんたちの弱みにつけ込んで、神様か昼子様か知らんけどな、人間なめんな。もはや人に擬態する必要ないってか。実際そのつもりだった。牛尾を危険にさらす戦闘は避けなければ。全く同じ気持ちだからだ、人間なめんな。大丈夫ですよハイネ、お船を潮の遺体は後でちゃんと取り返しますから、ご心配なく。ミオちゃんは生きてます。